どうも、サマダイです。皆様、サバイバルは好きですか？本日はそんなサバイバルゲーム好きにはたまらない、10 minutes till down。こちらのゲームをお持ちいたしました。このゲームですね、まだ出たばっかりで、しかも、完全版ではありません。なので、今、このゲームは無料です。さあ、この無料でできる、このサバイバルゲーム。早速ね、どんなやつかやっていきましょう。レッツプレイ。サムライゲームズやっていく。ということでね、始めていくわけなんですけど、申し訳ない。動画を撮るのは、2回目です。1回目ちょっとね、音声ミスして、私の声が一切入ってませんでした。そんな状態でね、やってみようと思います。まあ、最初選べるのはね、このシャナっていう、キャラクターだけで、あと、回転式拳銃っていうのしか選べないんですが、ポイントを貯めるごとで、こういうキャラクターがね、解放されていくんですよ。もうこのひなちゃんはね、解放しちゃってるけど。で、この銃に関しても、一応ね、全キャラ同じ銃が使えるんですが、この銃もね、解放されていくんですね。ショットガン、クロスボウ、フレームキャノン。で、こっから先は、製品版が出ないと使えるようにならないアイテムになってます。はい。という感じでね、あらかたのやり方はちょっと分かっちゃってるんですけど、一番の初期状態、シャナ、回転式拳銃。これでね、ちょっとレッツプレイしていこうと思います。レッツプレイ。動きはね、ちょっと強くなってしまったんですけど、まあ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 、こんなゲームだということで分かっていただけ私とても嬉しいです。って感じでやっていこうと思う。さあ、そんな感じで、ね、進めていきましょう。このようにね、サバイバルしながら宇宙人的なやつなのかな？何なんだか分かんないけど、敵がいっぱい出てくるんでね、そいつらぶったぶったぶった押していくって感じでね、バッタバッタだね、それは。はあ、そんな感じのゲームです。さあ、そんな感じで、皆様を、このように銃でね、攻撃していくわけなんですけど、そっから出てくるこの経験値みたいなこの弾、これ経験値なんですけどね、これをいっぱい集めることで私ね、強化できるんですよ。1段階1段階強化できますんで、そのね、弾を集めつつ、こいつらを全員ぶっ倒しつつやっていくというところなんですが、このようにいろいろ選べてね、自分がどんどん強化されていくんですよ。まあまずは私とりあえずこれだな、高速射撃でも行ってみましょうか。一番最初に選びやすいところでしょう。さあ、この高速射撃をゲットしたこの回転式拳銃、弾数は5発。さあ、この5発の拳銃でね、どこまで立ち向かえるかということでやっていくわけなんですけど、この10分間、右側に表示されて10分間という数字があったんですが、それが今ね、カウントダウンされて、どん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 短くなってるんですが、この時間生き抜けばこのゲーム、クリアとなるらしいです。らしいというのはまだこのゲームね、結構やったんだけどクリアしてないの。はあ、それほど難しかった。で、ここでクイックハンズ、リロード速度 20% アップ、そして発射速度が 5% アップ。こちらをちょっと選んでいきましょう。で、他のゲームをそこまでやってるわけじゃないからあんまり理解はしてないんだけど、これね、ライフポイントが左上にあるあの心臓みたいな、木の実みたいなやつあるじゃないですか。あの数しかないの。そう。途中、このさ、パワーアップで回復することはできんだけど、基本的に3回食らったらもうアウト。そう。だから結構ね、このゲームシビアだと思う。ああ。でも、まあ、これだけやれてんのは、先ほどね、私が、音声が取れてないとも知らずにずっと喋り続けながらやってたからであって、最初はね、ここまでうまくはいきませんでした。でも、まあ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 、それはそれで良かったとしましょう。なぜならこれだけね、できるようになってるから。なぜならね、これだけできるようになってるか。初期装備であれとも、これだけできるようになってるからね。ってことで、次のやつ選んでいこうと思います。パワーショット、軽量弾。いや、どうしよっかな。とりあえずパワーショットでも選んでいくか。パワー系、私の力をね、存分に見せつけてやろうという気持ちだけで、皆様に、アタックしていきます。さあ、どうでしょうか。回転式拳銃。ギリギリまで敵が近づいてこようね。敵が近づいてこようとも私はね、逃げない。そう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 、そんで回転式拳銃をぶっ放していく。さあ、この5発しか、装填できないこの拳銃をどこまでうまく使うことができるのかっていうところもあるんだけど、難しいね、なかなか。なるほど、敵がどんどん増えてきてしまったところですが、出てくるさ、なんかちょっと爆発する敵いるじゃん？この上にいる、この、なんか光ってるやつ。こいつを倒すと、周りも巻き込んで爆発してくれるんでね、結構大きい。あ、これ強い。この破片ってやつがね、敵が倒されると、3つの弾に砕けるってやつ。この弾が結構強いんですよ。さあ、これをちょっと、使っていきましょう。ほら、どう？
分散するんだよね。だからその弾でやられたやつがさらに分散してくれるから、めちゃめちゃ強い感じにはなると思う。そう、結構ね、これが出たら使う、取るようにはしてんだけども、なかなかね、それでも、うまくはいかない。だってまだ7分だからね。そう。それでこれだけ出てくるから、なかなか強敵でしょ？で、この途中途中にある木？これもね、触っちゃダメっぽい。これに当たっても結構ダメージ食らうんですよ。だから本当に周りは敵だらけ。この回転式拳銃だけしか信じられるものは私にはありません。さあ、そんな状況でやっていく。さあ、こんな状況でやっていく。やっていく。危ない危ない。ああ、私の喉が詰まりかけました。さあ、そんな形でやってって進化。さあ、ここで何がゲットできるのか。バースト、ビッグショット、クイックハンズ。これが結構強い。と思われる。ああ、このね、あと出てくるこの赤い敵いるじゃん。これがね、中ボスみたいなやつなんだけど、あいつを倒すと、なんかね、ボックスがもらえるのよ。何ボックスって言うんだかわかんないけど、なんかね、宝箱がもらえるの。だからあいつは基本的に倒してはいきたいところなんですが、なかなか難しいところでもあるからね。そう。だからそこまで無謀なことはできない状態で、ダメージを負わせていく状態でやってみろと思うんですが、どうでしょうか。ははは、難しいね。ほいほいほい。ギリギリまで敵を引きつけて、それでチェストみたいなやつゲットしていく。さあ、私の体力は、あとは、まだ残ってるけど、体力が残っている状態で、とりあえずあのチェストを取りたいな。あのチェスト取りに行きたいな。回収しに行きたいです。回収しに行きたいですが、回収させてくれんのか、お前ら。あ、くれるんか。さあ、どうでしょうか。ゴム弾。ダブルショット、聖なるバリア、ビッグショット、生命力。いや、微妙なものしかありませんが、ここで、このキャラクターね、一回だけこういう風に、チェンジできるんですよ。キャラクターの特性みたいなやつがあってさ、このキャラクターはそれができるんです。今まではとりあえず使わないで置いたんだけど、ここで使っていこうか。バーストでも使ってく？さあ、バースト使ってく。さあ、ここでゲッチュ。さあ、幽霊の友。これで、とりあえずゲットしてってみて、皆様にダメージを与えてみるところ、さあ、ね、このような形でね、どんどん進めておりますけども、どうでしょうか。こいつらがいなくなることはありませんが、めちゃめちゃ、いっぱい出てくるね。いっぱい出てくるね。この間を塗っていかなきゃいけないっていうのがなかなか難しい。なかなか難しいところを抜けていく。ラン&ガン。ブレイジングスピード、ゴム弾、ビッグショット、ダブル。どうすか？ブレイジングスピードでもいくか。さあ、これ。これね、走ってると周りにね、こういう炎ダメージを与えてくれる。私のスピードがね、こいつに、ね、炎ダメージを与えるという、こんな感じ、強いんです。なかなかね、継続ダメージが与えられるんで、このアイテムを取ってるか否かでも結構変わってくるところ、準備ワンタン。これがね、最大の弾数が変わってきます。これは持っていこう。さあ、結構これも大事。そう、これが結構ね、私好きです。そう、なぜならめちゃめちゃ弾数が伸びるってことは、それだけ弾を撃てるということですから。その通り。その通り。もうそれしかない。はい、やっていく。殴っていく。撃てていく。撃っていく。さあ、どうでしょうか。いやー、強いね。あと5分。あー、このタイミングで出てきました。ここで出てくる。あいつはね、倒したことがない。あいつ倒したことない。ボスみたいなやつが出てくるんだけど、あいつをね、倒せるか否かっていうところになってるんですよね。さあ、このゲーム、とても難しい感じになっておるでしょう。でもね、とても面白いんだよ。ぜひね、やってみてね。はい、やばいっけ。こんなゲームです。いろいろね、自分を強化して、自分のスタイルを見つけてね、戦っていくという名のゲーム、サバイバルゲーム。無料なんでね、ぜひやってみて。サバイゲームズ。ということで、こっからはですね、私が一番使っててやりやすかったやり方でやっていこうと思います。それも、キャラクター、このひなちゃん。HP はね、先ほどのシャナさんに比べて、少ないんですよ。HP が2しかないから、だから1回やられるともう致命傷。2回しか食らえないから。で、その状態でこちらのショットガン、これを選んでレッツプレイしていきます。さあ、始まりました。このショットガンがね、個人的にめちゃめちゃ強いと思うんだよな。さあ、その戦闘スタイル見せていければいいなと思います。さあ、まずはまあ火力が高いのはもちろんなんだけど、ただ問題はやはりこの近距離っていうところだよね。ただこのひなちゃんね、こういう技ができるのよ。特殊技。さっきのシャナさんはリロード1回できて、アイテムを選びやすいっていうのが特性だったんだけど、このひなちゃんはね、こういうものができる。しかも電撃魔導士、個人的にこれがめちゃめちゃ強い気がする。
さあ、ひなちゃん、ショットガン、しかも、あとこの電撃を合わせることによって最強のね、武人が出来上がりました。この状態でちょっとね、進めていく。なるべくね、初期位置から移動しないっていうのがアイテムを取るために、大事なところだと思います。さあ、この状態。さあ、ひなちゃんと電撃。この戦いを制するのは私と言いたいところです。さあ、ただ体力がないからね、そこだけ気をつけなければならないところ。ここで活気、選んでいく。さあ、これを選ぶことで、たまにね、弾が、リロードが回復します。あとは、その、弾数自体もね、後で、増やしていくこともできるんでね、それを増やしていければいいなと思うところでもあるけど、あとはこういう技を使いながらね、やっていきます。さあ、どうでしょうか。あとはね、もうこの辺でずっと籠城を、なるべくね、なるべくこの辺で籠城して、いろんなアイテムをゲットしていきたいなっていうところなんですよ。そう、それができれば結構ね、ボスが出るまでに自分強化できるんではないかなというところ、さあ、ゲットしていく。さあ、ここで何をゲットしようかな。クイックハンズ、発射速度か。聖なるバリア。これを持ってるとね、一回防げるんだよね。そう。一回、そう、いいのがなかったからこれにしとこう。本当はね、その電撃を伸ばしたいとこなんですが、今いいのがなかった。なんで、ここは、聖なるバリア取って、自分の防御力に努めたいと思います。さあ、決着していく。さあ、これだけ、敵が現れようとも、このひなちゃんのこの能力。この能力があれば、敵の間を縫っていくのは容易である。神の怒り。これをちょっとやっていきましょうか。雷にマスター。こっちだな。すべての雷ダメージがプラス12。雷の効果範囲を 75% アップする。雷マスターしましょう。マスターになっていこう、私。さあ、マスターしていく。さあ、この雷の力を私はね、手に入れました。さあ、その状態で、ショットガンぶっ放していく。ショットガンとこの雷の力、そしてひなちゃんのこの影の能力。この3つの力でね、私はどこまで進めるんでしょうか。さあ、やっていく。やっていくタイプ、パート1。さあ、行ってみるけど、どうなんだい。あなたたちはどこまでね、私を追いかけてくるんでしょうか。8分。さあ、ここら辺で何を取っていくか。高速射撃はそこまではいらない。バースト、発射速度とか上げたところでになっちゃうから、パワーショット。ここは自分の力をね、上げていきましょうよ。ちょい。さあ、自分の力を上げていきます。ここで自分の力をパワーアップしていく。本当はね、この弾数を増やせれば一番強いんですよ。このショットガンって。そう。と思ってるんだけど、なかなかそれが出てきませんね。ただ、私は今3回食らえるような状態になっております。この状態を維持しつつ、皆様、ショットガンでぶっ放していこうというところなんですが、はい、どうでしょう。どうでしょうか。危ないね。なかなか危ない敵がね、いっぱいいらっしゃるけど、この辺でちょっとスピードもね、アップしていきたいところだなって思いますけども、なかなかそれがゲットできない。そう、なかなかね、狙ったアイテムが取れないのが痛いところですが、どうでしょう。リロードか。なるほど。神の怒り。神に、もう雷魔になるか、俺。雷魔になろう、私。こんな雷になったことはね、私今までないんだけど、ちょっとね、雷になってく。あー、これでね、夢がまた一つ叶いましたよ。私はね、子供の時、雷の力を使いたいなって思ってました。その力がね、今、このゲームという媒体ではありますけど、ここで使うことができるという。さあ、その力を使って私、駆け抜けたいと思う。使う。さあ、どうでしょうか。生命力、神の加護、ダブルショット、微妙。微妙だな。神の加護が発動している間、リロードと移動速度が、移動速度アップするのはちょっと大きいんだよね。この状態を維持しなければならないんだけど、この周りの円、これを維持しなければならないんだけど、これを維持した状態で頑張ろう。そうすれば 25% アップします。さあ、出てきました。あいつを、あとはやっていければいいなと思うところ。はい、こいつをどうにか倒していきたいなと思うところなんですが、どうでしょう。さっさとやっつけることでね、いろんなアイテムがゲットできますんでね、それをゲットしていきたい。ゲットしていきたいところ、どうだ。やべ、ちょっと詰まったかな。オッケー、ゲット。さあ、いい感じでゲットしていけ。さあ、これを、取ってって、破片。あー、どうしよう。ちょっと待てよ。高速はいらんから、発射速度、破片だな。ここで破片を取ってく。私の攻撃力さらにアップしていきます。あとは幽霊ちゃんの力を借りてね、だんだん私はパワーアップしている状態なんですが、敵もね、かなり増えてきました。残り6分。これが5分になってしまうと、先ほどね、私が一瞬で砕け散ったあの、
強固な、牛さんみたいなやつが出てくるからね。ね、それまでになんとか、それまでになんとかいろいろゲットしておきたいとこなんだよ。同調。召喚物ダメージがアップすれば、バースト。はぁ、どうすっかなぁ。聖なるバレタが割れたら1分で再生でき、1分間持つことができるかっていうとこだよな。ここはね、バーストしてこっか。他にいいのがない、逆に。いや、OK。幽霊さんの力を上げるのもいいんだけど、ここはちょっと自分の力に頼りたいっていうのもあるんだよね。だから、これはちょっと自分の力だけで頑張りてえと思うところ。ただ、このバリアが砕け散った場合、私の移動速度が結構落ちてしまうんで、それだけちょっと注意していきたいところです。一回でも食らったらアウトだと覚えておこう。そんな感じ。このバリア。これがあるだけで私はね、強気に出れます。さあ、強気に出れる反面、一回でも当たったら終わりだっていうのもあるからね、なかなかそこが難しいところ。あと30秒でやつが出てくるのか、それはね、強化していきたい。もっと強化したい。さあ、もっと強化したいところなんですが、なるほどな。OK。クイックハンズやったところなら、生命力ちょっとやっていこっか。ちょっと、あんまりね、体力に振ることって今までなかったんだけど、ここはちょっと体力に振ってきます。なぜなら、いいのがなかった。とてもいいのがなかったんで、ここはね、体力に振ってきます。体力もあって、このバリアもあるから、今私の残機は4。4つあればだいぶ強いんじゃないかなって思うけど、どうなんでしょうか。その4つのね、私の仁義、私の体力をもってして、君たちを撃破していきたいと思うところで、で、奴が召喚されていく。もうそろそろ召喚されるんじゃない多分。さあ、ここでアイテムゲットできなかったんだけど、とりあえずその、数分間生き残れればいいから、んやー、どうすっかな、ここでまたアップ。さあ、ダメージを受けたとき、弾の発射速度。ダメージを受けたときか。受けるっていうのを前提に考えちゃいけないと思う。さあ、どうしよっかな。魔法の探検。近くの敵を狙う魔法の探検。これ強くない？これやってみよう。俺今までやったことないよ、これ。さあ、行ってみる。魔法の探検。強い。いいぞ。よいしょ。さあ、あとはこいつを倒していければ私の勝利は確定コース。あとはあいつを倒せるか否かっていうところにかかっているんだけど、オッケー。さあ、あとは、息抜きながら、あいつをね、倒していければいいなと思うところ。さあ、でも、あいつ突進してくるから、マジ怖えの。マジ怖えんです。さあ、あとは、ここで、やべい。まずい。割れた。割れてしまった。さあ、割れてしまったけど、あとの私の残機は3つあります。この状態を維持しつつやっていきたいなと思うんだけども。いや、強いな。強いな。はい。よっしゃ。オッケー。木とかにも当たっちゃダメだからな。木とかにも当たっちゃダメ。まずい。やばいぞ。やべえ。この辺はちょっとまずいな。いかれちまってる状態。さあ、ゲットしていきますが、どうでしょうか。このまま、やつも倒すことができるのでしょうか。あぶねえ。進化。進化していくけども。体力がないな。召喚物ダメージ。魔法重装。自分の周囲を回る魔法の釜を召喚する。なんだこれ。ちょっと強そうだ。初めて見るけど、遅い。遅いな。はい、大丈夫か。いけるんかな。あ、大丈夫そうか。さあ、どうでしょう。あ、待って。いなくなったんじゃない？あの、バリアがなくなったぞ。周辺を回る、このバリアがね、なくなりました。でも、代わりにウィリゴーイスプみたいな敵が出てきてんだけど、あいつ怖くね。はい、あいつ怖くねえか。ちょっと待って。ボスもいるし、なんか、いっぱい敵がいらっしゃるような状態になってきた。さあ、ここまで来たら俺初めてなんだけど、強い。待った。木に当たってもダメだから、やっちゃった。難しい。サムライゲームズ。と、こんな感じのサバイバルゲーム。10 minutes till down。完全版ではありませんが、今のうち遊んどくとね、正規版が出た時に、さらに、楽しめると思いますので、もしよければ今の機会にやってみてください。いや、超楽しかったな。超楽しいけど、これさ、10分間生き延びてみてよな、一回。って思いました。また正規版が出たら、プレイすることもあると思いますので、その時にはまたよろしくお願いいたします。では、本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。